こういう時は仕事を忘れてリラックスしようぜ。ゲームしようゲーム悪くないな指揮官パンとミルク派それともご飯と味噌汁派僕の好みかどうか確かめさせてくれ絶品のクリスマスディナーを出してる店を知ってるぞ一緒にどうだまあ安くはないけど一年に一回だけならどうってことないだろ。僕、結構グリフィンのこと気に入ってるんだ。安全で自由だし給料も安定してるしな。もちろん 一番大事なのは自由ってことだ。人形の設定も多種多様だ最適解に出会うまではそれが何なのか誰にもわからないものさ僕のことをもっと知りたいってなんだそれ大人にとっては子供なんて分かりやすいものだろ違うのか指揮官人形ってのはどんな存在なんだと思う消耗品武器それとも心の穴を塞ぐ道具かあるいは本当の友達や 家族僕の技術力なんてまだまだだよまあ一般人からしたら到底かなわないだろうけどなとっておきの役職を用意しておけよ誰もが自分の欲しいものを追い求めてる富権力愛情僕が欲しいのは自由だけさ体だけじゃなく技術の自由もね僕のことだけじゃなく少しは自分のことを話したらどうなんだ何が欲しい何がしたい 僕にも聞かせてくれよあいたたたたそこの鎮痛剤取ってくれないか悪いなえやけに素直だって <laughs> 当然だろお前は頼りになるんだから僕は戦場には行けないけど後方サポートが必要ならいつでも声をかけてくれ僕とお前の仲だ 25%引きで引き受けてやるよ深夜に僕たちの過去を聞いたんだろああ家族は元気だよ遊エリアでいい暮らしをしてるだけど僕はそんなのどうだっていいんだ指揮官た助けてくれ深夜が僕をなんちゃって冗談だよ深夜が僕を殴るわけないだろちょいとお前の後ろに隠れてみたかっただけさあうあううう 眠い、うん平気だよお前が僕に来てほしいって言うんなら会議でもなんでも出てやるさ <laughs> おはようさんなんだよその顔はお前がここで寝るのが悪いんだろ重たくて運べないし仕方ないから布団を持ってきてやったんだそれより僕の研究成果を見てみないか最近欲しいものが増えた気がするんだ 自由は大事だけどお前といるといろんなものが手に入るからこれ僕の緊急連絡先24時間いつでもつながるようになってる僕の力が必要な時はここに連絡しろたとえどこにいたってお前の声を聞きつけてすぐにでも飛んでくるからな生死を共にした仲間ってのはそういうものだろ動くな回路をチェックしてるんだ今僕に触ると大変なことになるぞよし メンテ完了。で、さっきは何だって何の話だった自分の立ち位置ならよく理解してるさ。できると言ったことは必ずやり遂げてみせる。その代わり、できないことはどうしたってできないけどね。誰を見てるんだ深夜かおいおい、わかりやすすぎるだろう。曲がりなりにも僕の姉なんだぞ。ナインが改造に関しては僕に聞けって。言っておくけど。 僕は自分の好きなようにしか改造しないからな本当に僕に頼むつもりなのかグリフィンの冷房結構快適じゃん少なくとも待遇は悪くないみたいだなどうりで G11 がここを気に入るわけだ朝のミーティングで寝てたってああごめんごめんでも起きてたって何の意味もないじゃないかどれも僕の手伝えるようなことじゃないだろ主人ああそうだよ アンジェリアさんが僕たちの雇い主だてかこの主人って呼び方面白いと思わないか初めてそう呼んだ時のアンジェリアさんの顔ときたらすごいのなんのってこうも根気強く僕に話しかけてくるとはご苦労なこった指揮官でも人との距離ってのはそう簡単に縮まりはしないのさ焦らず行こうぜ眠くなってきた何かあったら呼んでくれよあれ変だな G11 の抱き枕がない。おい、こら、指揮官。寝るなまだ話は終わってないぞ。マシンの魅力はこんな短時間で説明できるほどって。本当に寝てる。はぁ、あ。仕方ないなぁ。おやすみ。食後の散歩か。よし。ゆっくり消化を促すとでもするか。こんばんは。焼きたてのクッキーはどうかな 食堂から拝借してきたんだだそうだよねへえお前って時間ぴったりに出勤するタイプなんだそう急ぐなってはあランチの時に可愛い女の子がそばにいてくれたらなシーヤはなしだ戦いでもないのに徹夜とはねまあ僕が言えたことじゃないけど <laughs> おっとおはよう指揮官いい朝だろハッピーニューイヤー指揮官こういう時ってお祝いとボーナスがワンセットなんだろ 僕のお年玉は昼は食べたのか昼食は大事だぞうんいるよ指揮官言っておくけど僕は未成年の人間なんだぞ何年牢屋にぶち込まれるのかちゃんと分かってるなんてね冗談だよそういうあれじゃないんだろ制約だっけ OK 僕たちがお別れするまで効力ありってことでなんだよ僕がここにいちゃダメなのか 深夜はダイエット中だし何のためらいもなく夜食を頬張れるのは僕しかいないだろ深夜に聞いたよ願い事ってのは口に出すと叶わなくなるんだってしゃあない短冊に書いておくかおい盗み見したらスパナで殴るからなどうだ知ってたか少女前線ん指揮官たんまりもらってるじゃないかモテるやつにはモテるやつの悩みがあるってわけだ 僕を見るな、色恋沙汰は苦手だそれは確かに一眠りしてくればよかったな <laughs> <laughs> だろうね人がお化けを怖がるなら人形もサイバーゴーストを怖がるものなのか